皆さんこんばんはです。はじめまして、NPO 法人マザーハウスで理事長をさせていただいております五十嵐博と申します。今日はよろしくお願いします。僕も昨年の12月の29日で卒業っていうんですかね、3度目の岐阜刑務所から、卒業して10年経ちました。その今皆さんの手元にマザーハウス頼りっていうのもあると思うんですけど、刑務所にいた時から俗に言う、監獄法が100年ぶりに改正されて、刑事施設収容者法っていうのに、変わりました。当初確か平成18年にそれが施行されて、外部交通ももう自由になりますということを歌ってたんですけど、私が平成23年の刑務所から卒業する近くになった時に、その外部交通も本当にまた戻った、監獄法にどっちかというと近いような形で、一般の人との面会もかなり制限されたりとかで、文通だけはなんとかやらせていただいた部分もありますけれども、ちょっと自分の本はあまり宣伝したらよろしくないと思うんですけど、この人生を変える出会いの力っていうところの、ページ数でいうと、114ページに千葉刑務所の無期の受刑者が自分の更生のために私と文通をしたいっていうんで、平成25年ですかね、刑務所長さんに特別発信許可願いを出したところ、千葉刑務所の所長さんが、五十嵐博っていうのは犯罪を有する人間だと、犯罪を有する人間っていうことは生まれた時から現在も犯罪を有している人間ってことですよね。だから文通は認めないっていう裁定をして、でこの方は納得できないので国賠訴訟を起こしました。で実際にその国賠では私も証人として、法廷に立たさせていただいたんですけれども、法務省側が私に対して言った言葉は、社会復帰していてもこの人間は犯罪を有する人間ですよと、だから結局その外部交通を認めなかったっていうことです。でも法務省側は刑用者の人権を守りましょうって言ってるんですよ。これちゃんと言ってるんですね、刑用者の人権っていうこと。その刑用者の人権っていうことを言ってても、実際に自分が国賠で被告人になった場合は、社会復帰した人間であろうが、その人間を潰すことを言うんです。そしてメディアの方にやっぱり言いたいのは、事件の報道ばっかりするんじゃなくて、事件後ね、回復の道を歩んでる方もいるんだってことをちゃんと報道するべきだと思うんですよ。そうやって新しく自分を生き返して頑張っていこうと思っている人もいるんだっていうこともやっぱり社会にちゃんと伝えるべきだと思うんですね。報道でこういう事件がありました、先日も池袋で女性の方が男性の方を殺してしまったって報道があったけれども、東大でも同じようなことがあった。でもその事件が起きた、その事件が起きたことを報道ばっかりするんじゃ、その裏側には何が原因なのか、なんでこの人はこういうことをしてしまったのかっていうこともちゃんと伝えることは伝えるべきだと思うんですね。その上でじゃあ加害者の方が数年後ね、出てきた時にこうやって出て社会で頑張っていくっていう姿も見せるべきだと思うんですよ。そういったことをやはり法案を作る時に国会議員の先生方やその各部署の人たちもやっぱり当事者の声をきちんと聞いた上で、この新自由刑っていうのを僕は作るべきだと思います。この刑に対して僕が言いたいのは、管理だけしか僕には見えてこない、
ただ受刑者を管理してそれで言うこと聞かなければ懲罰っていう一つの攻撃で、相手をね罰する、それしか見えてこないですね。それ以上のものをやっぱりちゃんと作ってほしいなと思います。それが最終的には再犯防止とかね被害者を生まないような活動につながっていくんじゃないかなと僕は思います。やっぱり一番大事なのは人とのつながりだと思うんですよ。 その人とつながってその人の声を聞いてでやっぱり社会的にちょっとこれ常識的に、ね、おかしいってあなたこれをこうやって改善した方がいいんじゃないのってそれってやっぱり関係性の中でおそらく言えるんだと思うんですね。それが申し訳ないですけど今の社会にない刑務所出所者元受刑者っていうともうそこで壁を作ってそれ以上進もうとしてないと思うんです。だから僕は皆さんにやっぱり最後お願いしたいのはこの壁を低くするか高くするかっていうのは社会の人の感覚だと思うんですね。社会の人がやっぱり壁を低くして同じ人間だとこの人は私と同じ人間なんだと怪我したら赤い血が流れてくる人間なんだっていうことを理解してもらって関わっていただくことによって新しい道が生まれるんじゃないかなと僕は思います。はい、すいません。はい。